ビリー・ジョエルの The Longest Time の、第2弾 If you say goodbye to me tonight They will say baby music of tonight What else could I do ここですね、このパートやってみたいと思います、まず最初 C If you say F Back to me また C でまた C ここで D7 G そして次 E A マイナス7 G C FG C というパターンになります。最初ですね。C one N C F O C 一小節。で、この二拍 F C F 二拍 C 二拍。また C は一小節ここで今度は D7 ス G、D7 スこのコードがわからない人が、いるかもしれないので、一応運指言っておきます。4弦開放そして3弦2フレット中指2弦1フレット人差し指そして1弦2フレット薬指でまた C 次は E コードから A マイナス7 E A マイナス7そして G C F D マイナス7D マイナスね D と D マイナーは、全然違いますよ。あ、ごめんなさい。D7 ですね。D マイナーは4弦開放、3弦2フレット、中指、そして、2弦の3フレット小指、1弦の1フレット人差し指になります。もう一度言っておきましょうか。C1 小節。F2 拍。そして C2 拍 1N2N3N5N 1N2N3N5N そしてまた C1 小節 1N2N3N5N D7 2拍 G2 拍そして 1N2 ここも E も2拍で Am7 も2拍G も2拍 C2 拍 F2 拍 D マイナー2拍そして G2 拍 C2 拍というパターンです。ですね、実際に、やってみましょうか。 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and
というパターンになります。最初前回紹介したパターンですね。ダンダーダダダダダダダ、もう全部これでいきます。今回は一拍で変わるところはないので、ずっとこのパターンです。パターンですね。でこれの中に、歌を入れていくわけですが、先にまず和音記号いっていきましょうか。1 4 1 1 2 7 面白いですね。2 7から5に行くところ、これセカンダリーです。そして次がまた面白いです。 E は通じだったら、3マイナーで E マイナーなんですけど、ここはセカンダリードミナントとして E のメジャーです。3 6マイナー、そして5 1 4、今度は2マイナー5 1、もう一回いきましょう。1 4 1 1 2 7 5 6、あ、ごめんなさい、3 6 1 4 2 5 1、もういきます。最後に僕がやったように、ただ1というよりは効果的に覚えるときには、このサンドのベース音のドゥードゥー、このパターン1 4 1というふうに、声に出していくと、ダードゥーダーってドゥードゥーって、この音を聞いたら1から4に行ったんじゃないかという予測がつくというか、体に和音を持つことができるので、多少外してもいいので、実際に1 4 1 1 2 7 5、なんとかこの和音感に合うような、音を出しながら、言ってみると効果的です。ぜひ皆さんも、実践してみてください。それでは実際の歌を、のせましょう。If you say goodbye to me tonight, there would still be music left tonight. What else could I do? あ、間違えた。I'm so inspired by you. That hasn't happened for the longest time. 聞いてみましょうか。 1 2 3 4。 If you say goodbye to me tonight, then we'll stay be music that you like. What else could I do? I'm so inspired by youHeart and heart for the longest time。 どうですか、できましたか。ですね、そしたら、最初のワーンからつなげてやってみましょう。いきます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。ワーワーワー for the longest time。If you say goodbye to me tonight,
for the longest time。 どうでしょうか、しっかりできたでしょうか。このパターンで、longest time の最初の A、イントロの部分と、イントロというのかな、 for the longest time、 A サビ、まあ、二部構成なので、A サビとでも言いましょうか、そのブロックが、できます、で次回は、最後のブリッジの部分を紹介しますので、そこまでしっかり練習してみてください。それでは失礼します。